というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。これ冒頭僕は言うでしたね。言うだって思いっきりね、こけたからね、1本目からね。いやだから俺があのちゃんと着地することはないんですよ。そう、見切りなんつうのかな、この、うん、何を考えて生きてんの世の中いっぱいね、楽しいことって転がってると思うんだけど、いやもうボーっと前ばっか、前だけ見て歩いてるのかな。僕はもう前しか見ないです。だから鎖骨折っちゃう。そう、その鎖骨折ったことでですね、うん、僕は入院したわけですよ、うん、まあこれ多分言ったかもしれない、スタッフさん言ったかもしれないですけど、うん、結構鉄板トークになってるんですけど、うん、とか言ったらハードル上がっちゃうな、うん、はい、あの鎖骨を折って手術をして、うん、まあ1日だけ僕入院したんですよ、うん、だからまああの鎖骨痛いわけじゃないですか、うん、手術した時は麻酔打って、うん、その時はもちろん痛くないんですけど、うん、で寝るじゃないですか、うん、で僕あのなんか寝る時にも麻酔打たれたというか、うん、痛み止めを打たれた瞬間に本当に気絶したんですよ、うん、ほうほう、はい、もう痛くて寝れないだったんですけど、うん、なんかお医者さんというかナースさんが痛み止め入れますねって、まあ、落ちたってことでしょ。そうもうあのスンってなって、うん、でスンとなる時にその鎖骨折れてるから、うん、こう真横じゃなくてちょっと状態を起こしてる、うん、こう本当にこういう状態寝てたんですよ。で入れられた瞬間にこう落ちたんですよ、うん、で僕この状態多分 7,8 時間寝てるんですよ、うんうん、もうドエルライン寝違えてるんですよ、はあはあ、鎖骨の痛みよりもここの痛みの方がすごかった、うん、あその話聞いたからいいや。だからさ動画で、ああそうそう、まあ、いいですよ。まあじゃあそういうことでね、まあだから前回の続きね、辛いよ、まあ、まあまあいいですよ。はい、そうです、その前回の続きで、まあ、PVP、 はい、そうですね。これ今、うん、どういう仕様というか、はい、なってるかっていうと、うん、もう今みんながほとんどプラチナ5、まあ基本そこまで、まあまあいろんな人いますけども、いってますよね、はい、それ以上ないですから、うん、でね、まあまあプレ大会っていうかお試し期間だからここまでにしたのかなと思うんだけど、まあ対戦してて思うと思うんだけど、うん、最終よりめっちゃぬるいんですよ今。あ、なぜかというとみんなが到達しちゃったからね、はいはいはい、最初に真っ先に上がってやってる時って結構強者しかいないはずだと思いますよ、はい、うん、だけど今まあもうぬるくなってるから、うんうんうん、なんでこんなのがっていうのもいっぱいいるわけで、はいはいはい、みんながまあ大体到達してきた、まあ、上積みなで何をしてるかというと、ただただ試合を消化して100ポイントをゲットしてってるゲームなんですね。そうですね、はい、うん、だからもうなんつうのかな、まあ、いくら知り合いと当たるとやっぱりちょっとね面白いんだけども、それでもこのランカーにしてみると、うん、サクサク消化していかなきゃいけないから、まあ対戦相手によっては、うん、あこれちょっと降参、あの諦めるして次に回した方がいいんじゃないかと、はいはいはい、ダラダラした泥試合はしたくない。それはまあね、それはそうですよ。そうそうそう、だからまあ今後ね、うん、どうしてもちょっと今回は不完全燃焼みたいなところがあるから、うん、まあ一応下の方に枠があるように、うん、何でしたっけ、なんかあのプライベートマッチみたいな、そうそうそう、はいはい、ありましたよね。ありますあります、まあ、ここでまあじっくりと、うん、まあやれるように、はい、まあ、本当に強い人でね、なればいいんだけども、はい、まあ例えばですよ、うん、これ本当にみんなね今まあ一生懸命ランカーは頑張ってますけど、はい、まあ、最初は僕も暇人の集まりだと、うんうん、まあ、この気持ちは変わらないけどまあまあね、はいはい、苦行になっちゃってるのね、もうね、うん、わかります、もう楽しさは超えちゃってるんです、もう今すでに今もあの精神と怒りだとか、そう、もうフェーズ1フェーズ2がこれ一緒になったことによってグッとなってますから、もうこれでテンション下がった人もおそらくいるんで、いやそうでしょうね、でももう意地でもね、はい、やっぱ1番から5番ぐらいにいる人たちは、うん、まあ、一生懸命やってるわけです、だと思いますよ、まあ、ナンバー5ね、はい、全国ランキング、それはもうね日本あのサングラスの人はもうフェーズ1でリタイアしてますからもうさすがに疲れて、もうさすがにあの段階で全国ないっつってもこれは意味ないですからフェーズ1じゃね、で、まあ、どうせは通さないとね、いやそうそうです、はい、もうだから10位下まで下がっちゃう、はいはいはい、まあこんなになってるわけですよ、うん、だからこれねもうちょっとそのやり方を変えて、うん、見た方が、うん、みんながみんな、もうだって強者が時間取れない強者だっていっぱいいるわけですよ。いやそれはね、ね、そうですね、だって2時間2時間4時間で来るわけでしょ、はいはい、トータル8時間ですよ、やってますよ8時間、ね、はい、やってますやってます、はい、これね1回の睡眠時間でしょ、そうですよ本当にこれを毎日やってってすごいでしょ。いやだって普通の例えば会社員の方とかだとすると、おうおう、そう就業時間がそもそも8時間か、そうそう、だからこれね、まあ普通のサラリーマンだったら、はい、まず出勤時間中に職業やってるんですね、電車の中ちょっと早めの出勤で、ね、そうですね、はい、でまあもう就業時間がもしかしたら8時半とか8時だったら、うん、はい、1時間ちょっとできない、そうですね、うん、ほんで今度まあお昼休みですよ、休憩中ですよね、1時まではガッツガツできて、あとの1時間は仕事中ごまかしごまかしやってる可能性もあるわけですね、そうそう15秒しかないそう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 、はい、少しずつでも消化してやろうね、まあ、そんな感じになる、ありえますよ、まあ、ラストの4時間だけはもうね、まあ、ページで帰ってくれば、はい、まあ、なんとかできるんだけども、うんうんうん、
でももうこれを11時までやって、こっからもう次の日の7時にまた巡ってくるわけでしょ、うん、このルーティンはね辛いと思う。だいぶしんどいと思う。いや本当にこれ僕でもね、なんかもうすぐに来る気がしちゃって、うん、あ、もう次来ちゃうみたいな。いや私ね、僕もちょっとね、はい、あのやり込んでやってみたんだ、はいはいはい、何時間かは、うんうん、他のこと何もできないんだよねこれ。それにもう集中しなきゃいけないから。僕はあの DVD とかあの映画見るの好きですよ、はいはいはい、字幕読めないからね。あ、もうこっち見てるから。そう、こうなっちゃう。これ無理なんですよ。本当に何もできない。だからなんかもう音だけで楽しむことであればできるかもしれないけど、あとまあ人と会えないでしょ。いやだってずっとね、うん、そりゃそうですよ。すごいですよこれ。なんかはいやだからこの1週間2週間誰とも会ってないじゃないですかこの人たちは。もうでも本当に勝手に隔離してますよ。いやすごいすごいす、はい、だからもう身もね、最初はバカにしたけどここまで来るともうすげえなっていうもうそこのために予定を当てるっていうことだから、ね、だからこれはもうちょっとねやり方を変えればいい。だからもう例えばね、はい、フェーズ1今後フェーズいくつまでいくのかは知らないんだけど、うん、はい、もうね1日30銭とか、まあ、50銭とか、なるほど、決めるんです、はい、はいはいはい、でこの中でパーフェクトはもちろんもう全勝ですよね、はい、もうどんどんふるいにかけていけばいいんですよ。負けていったその勝ちの残りだけをやってみて、そう、まあ、例えば、まあ、50戦50勝だけじゃなくてもいいんですよ、はいはいはい、まあ、40勝までが次のここへ、うんうん、最低ラインみたいなねっていう感じで、はい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 、だからもう本当にギルド大会みたいにね、はい、ああいう振り分け方をしていけば、はい、もう少しみんな楽になるんじゃないかな、はい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 、まあ張り付かなくてもいいんですよね。そうそう、はい、とやっぱりほら時間がないっていう人たちでも、まあ、1日30戦こなせばいい、50戦こなせばいいっていう形が決まってればね、まあ、上限見えれば、ね、そうそう、1日の中でそれをやる。だからもう本当にあのいつもと同じで5時5時ですよ。はい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 、これでいいの。5時から4時59分っていうね、いつでもできる状態にしちゃってる、ね、この中で何十戦っていう、はい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 、決め事でやればいいと思う、うんうん、このね本当に叩き合いというか、そうですね、これはね楽しみをね奪っちゃう逆に、まあ、苦行、本当に苦行にね、いや本当もちろん楽しんでる方もいると思いますけど、だから翼くんみたいにね、はい、まあ、ぬるーくやりたい時にやると楽しいでしょ、うん、楽しい。そうだけどこれがずーっと連戦してなさいって言われたらどうなるんです。やだやだよ、ね、こうなっちゃうんです。やらされてるになりますから。そう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 、はい、だからやっぱ本当にね、うん、1日、うん、何十戦、まあ、だから物足りなくてもあれなんで、まあ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 50戦ぐらいでいいんじゃないですか。そうですね、上限50にして、うん、まあ、そこから先はポイント変わんないよとかしちゃえばね、そう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 、はい、マックス50戦で、うんうん、あの勝率によって振り分けて、はいはい、あ、それ確かにこんな感じでいいですね、まあ、勝率でもいいし、まあ、勝ち数だけでもいいしね、こういう感じでやっていけば、うん、だいぶ活性化されるというか、まあ、本当の戦いがようやくそこで生まれるんじゃないかな、うん、何にしてもこのね叩き合いになると多分いつも同一人物じゃないかっていうぐらいとあとやり始めたらもう止まんなくなっちゃう。いやもう一回ともつそこで躊躇したい人しちゃう人もいるよね。あ、そうですね、うん、これ触ったらもうダメだから、うん、もうやらないのこうっていう、そうなっちゃうから、ここはちょっとね運営も考えていかないと、はい、はい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 、まあ、だからこの後にどれぐらいの期間で本大会が始まるかわからないけども、はい、まあ、あとはもうギルド大会と重ねちゃダメだから、はい、何を重ねようと思ったの、ね、そう、それは本当にそう、この叩き合いでは無理ですよ。だからそっちも理想を使ってない、そういうとこも何も考えてないの。いやこれはびっくりしましたね。バカな、もうこれねもう言っていいです、バカだというのはね、もうこれ確定ですか。確定です、これ今の運営はバカというのは確定、はい、はい、とにかくガチャだけしか確実には作ってないなっていうのはもう丸見えなんで、見えちゃいましたね、はい、うん、まあ、だからもう本当にこれはもういいですよ、もう一回リセットするような感じにして、はい、もう一回ギルド大会とこの PVP っていうのを見直し、うん、はい、根本のタクティクスというかタクトというゲームもちゃんとやんないと、うんうん、それそうだね、何を闘技にバカ力入れてんのかっていうふうになっちゃうんで、はい、それそうですね、ちょっとそういうところも考えて2周年を皮切りに変わっていけばいいんじゃないかと。だからもう長いですよ、2周年でまだこんなことやってんのかと思っちゃうけどもね。結局あのデバッグやってるみたいな。いや本当そうですよ。あとまあ繰り返しっていうのをなんとか直せば、はい、これはウォークにも対抗できますよ。ウォークがだいぶマンネリ化してきますからね今ね。もうだってね、同じことを繰り返してきてるし、はい、結局絵を変えてるだけ、はいはいはい、そうですね、簡単に言うとね、はい、だから本当にそこでさね、なんとか差を縮めるには、うん、ちょっとまあ、コンテンツでね、味を変えた方がいいんじゃないかなっていう感じですよ、はいはいはい、だからまあ本当に、まあ、今回を何つうの勉強して今回のことをね、うん、じっくり考えると、まあね、はい、慌てないっていうことです。慌てちゃう、すぐ慌てちゃう、バタバタとやっちゃうから お金になると思うとすぐ慌てちゃう。あ、ガチャ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 、そんなのね。まあこれは本当そうですよ、はい、だからまあちょっと、うん、そういうことで、なるほど、うん、まあ、確かに今回はものすごい正論だったけど、ね、もうまともなことを言ったつもりですから、ね、はい、はい、では今回はこんな、はい、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。